どうも、ねずっちです。なんとですね、20代の警官がですね、千葉市の市道を145キロのスピードで走ったんだそうです。高速道路じゃないですからね。これ、法定速度85キロオーバーと言うんですけども、何でしょうかね。千葉だけに暴走したというとこなんでしょうかね。大変危険ですよ。で、これ理由がね、歯医者の予約に間に合わせるために猛スピードを出したというんですね。何考えてんですかね、ほんとね。歯医者に向かってるだけあってね、思考がどうにもなんなくなってたんですかね。とにかく周りが見えてないですよ。めちゃくちゃ危ないからね。歯医者に行くのにね、周りのこと、そう、視界には入ってなかったってね。ねずっちです。では、また。